琴平宮は、香川県中田土郡琴平町の蔵東山中腹に鎮座する単立神社である。明治初年の神仏分離以前は、コンピラ大権限と称され、以降は、サヌのコンピラさんの呼び名で知られる。御朱印、琴平宮、白鳳宮、現魂神社琴平宮の三道神言集、蔵東山松尾寺の道具の一つとして、神仏集合のコンピラ大権限を祭り、 その別当として、自中の根光院が崩祭した。コンピラ大根年は、流星し、本堂本尊十一面観音を凌駕し、後発の自中であった根光院が全山を支配することとなる。目に当たる部分に寺院があり、山陽が象の頭に見えることから、また、釈迦が千人の弟子に説法をしたと言われる、インドの茅山も象頭山と呼ばれ山陽が似ている、ことから、山は、 蔵刀山と呼ばれた。明治初年に神仏分離、廃仏希釈が実施されて、コンピラ権限の法剤は廃止とし、大物主を主祭神とする神社となり、神社本庁包括に属する別表神社、宗教法人、琴平本教の総本部となった。全国に約600ある琴平神社、琴平神社あるいはコンピラ神社の総本宮である。当初は、 あらゆる分野の人々に信仰されていたが、19世紀中頃以降は特に海上交通の守り神として信仰されており、漁師、船員など海事関係者の数計を集める。時代を超えた海上武人の信仰も厚く、戦前の大日本帝国海軍の慰霊祭だけではなく、戦後の日本特別総会隊の殉職者慰霊祭も毎年、琴平宮で開かれる。 境内の絵馬殿には航海の安全を祈願した多くの絵馬が見られる。コンピラ港に代表されるように古くから参拝者を広く集め、参道には当時を忍ばせる灯籠などが今も多く残る。長く続く参道の石段は奥舎まで1368台がある。霊体祭に合わせて毎年石段を利用したコンピラ石段マラソンが開かれている。 琴平宮の由書についてはいくつかの説があり、大物主名が蔵刀山に暗宮を営んだ後を祀った琴平神社から始まり、中世以降に本寺衰弱説により仏教のコンピラと集合してコンピラ大権現と称したとするものである。大宝元年10月の晴れ渡った青空から人さおの旗が舞い降りて蔵刀山に立ったため、この地に宮を建て旗ぐと称したとある。 別の説として、大宝年間に、主元道の縁のオズが蔵刀山に登った際に、天竺ひ平ら幼山に従する古法全身、コンピラの神源にあったのが、海山の縁起との伝承から、これが、コンピラ大権源になったとする。また別の説として、生駒木山陽項目のこと宮の城によれば、縁起式神明朝に、長見えるさぬき国間、社二十四社の一とされ、 サヌキ国多度軍の運気神社が、ことひらという記述がある。方言元年サヌキ国に配慮された、ストク上皇は、サヌキで放御する前年の長官元年に、東山境内の古加御所に参浪し、その付近の御所の王を暗宮したと伝えられていることから、放御の翌年の永満元年に、本社商殿に放祭したとされている。修験道の御霊信仰の影響であると言われている。 1573年末お寺、根本院印主、優雅が、コンピラ堂を混流し、コンピラ大権現を祀る。その後、1579年、長祖壁元下が東山を、佐抜きの宗教上の拠点にしようと侵入してくると、反長祖壁だった優雅が境に亡命するや、長祖壁は優雅を印主に据え、1584年には、二王堂を混流するなど寄進をした。しかし、 秀吉軍との戦いで5年ほどで長祖部勢力は、サヌキから退去する。そして、1600年に有元は亡くなり、その弟子の幽生が後を継ぐ。なお、長祖部によるサヌキ国信仰で、多くの古い記録が消失、東山も荒廃したが、根高院院寿となっていた幽生が信仰を、広め境内を整備した。幽生は、 死の直前には身体を守るために天狗に身を変えたとの伝説もあり、今は、さぬき三天狗の一区で、金剛坊と呼ばれる。1606年自らの像を作って、本殿脇に祭り1613年亡くなった後、しばらくして、観音堂古道に、御事からだは、方位超党エ姿で脇に、不動明王とび射門天を廃止秘物として祭られて、いたが、現在は、 奥社に祀られている。コンピラコ灯籠江戸時代に、江戸の商人が寄進した灯籠で、香川県丸亀市の港に一揆が現存し、寄進者の名を監視たすけ灯籠と呼ばれている。江戸時代初期には、コン院院ン飲酒の有光が参拝の土産物として、丸に金の印を入れた内輪を作ることを思いつき、大和国より技術者を招いたと言われる。そして、長祖壁退却後は、 生駒マ藩や松平藩から保護され寄進を受け繁栄していった。江戸時代中期に入ると、全国の庶民の間へと信仰は広がった。各地で、コンピラ校が組織されて、コンピラ参りが盛んに行われるようになり、伊勢神宮へのお影参りに次ぐ庶民の憧れだったと言われる。その様子は、浮世絵の東海道53寺の一つである沼津や、 国慶本の東海道中膝栗毛に描かれている。奉納も多く行われ、奉納された石碑を収めるために本来直線だった参道を曲げたほどであった。江戸時代後期には、床山が同じ権限である、ゆとぎ権限を祀っているということで、瀬戸内海周辺で一番人気のあった東山に、あやかろうと本州方面から東山への道中であったこともあり、 コンピラ大権限とユトギ権限の両方を参拝する両参りをアピールし成功していた。さらに明治期には西大寺が当社の不動明王と美車門天を牛玉書殿に迎え三所参りとして西大寺も参拝することを勧めた。また四国内でも流星を極めつつあったコンピラ大権限にあやかって寺勢拡大を図ろうと、 する、山伏寺が各地に現れたため、宝暦十年には、日本一社の臨時を高松藩からいただきそれらは、東山とは関係ないことを示すが止めることは難しかった。江戸時代末期には、民謡、コンピラ船船が歌われ始める。古藤家育、常蔵、古平本教総本部明治元年三月の、神仏分離令に際し、第十九代根校院別当であった。 古か家くつねは、東山の存続を守るため神仏根高であった、蔵東山比羅大権現を、琴平山琴平宮と改称して、神道の神社とし、主祭神の名は、大物主神と定めやいとのに、ストック天皇を祭り、蔵東山松尾寺、根高院は廃されそのまま社務所になり、他の五つの達中は廃止となり、自らはまた飾りし、大宮寺就任を許されずも、 社務職にとどまり様々な変更をした。明治元年9月13日には、直祭神社とされる。主な道具の変革として近藤は、雨の皆か主の神ほか二神を祀る朝日社となり、本尊やくし如来は不明となる。観音道古道に祀られていた幽生は現、魂彦命と名を変え、明治38年には、現在の奥社へと先座され、 その優勢像の脇仏とみられる、不動明王と美写門店の二体は破却の危機に直面したが、達中の満腹院住職有名によって救い出され、岡山に渡り、その後、所在は転々としたが、明治15年岡山市の最大寺の住職光屋によって同時に移され、その二体で、コンピラ大権限とし、牛玉書権限と共に、牛玉書殿に祀られ現在に至る。 本堂である観音堂の本尊十一面観音菩薩と、駒堂の二代目の不動明王は、社宝として宝物館に展示され、また、慶長九年駒堂と共に作られたものと思われる、不動明王立像一帯が海岸寺に祀られている。その他残内にあった、道祠は、切末者になるか破却された。なお、神仏分離に反対していた重鎮の幾赤月が、住職である、 不問院が唯一再興し、松尾寺不問院として、宝刀を継承し、明治5年に裏の谷で焼かれた仏像仏具から逃れた、いくつかの仏像を所蔵している。近代社格制度の下、明治4年に国兵商社に列格し、明治18年に国兵中社に昇格した。古くから信仰を集め、コンピラ校に代表される、コンピラ信仰を後世に伝えるため、 昭和44年8月5日、宗教法人、琴平本教の設立認可を受け、琴平本教の総本宮となった。総本部は、琴平宮の大門近くにある。琴平本教は、神社本庁に属さない独立した、包括宗教法人であるが、琴平宮自体は、神社本庁の非包括法人であり、別表神社に指定されていた。 2019年の天皇即位に伴う大城祭、当日祭りに供される臨時の神社、本庁平白料が送付されなかったことなどを理由として、2020年6月5日に、ことひらぐは神社本庁に対して、非包括関係を廃止するとの通知を送付した。2020年11月、神社本庁からの離脱が承認され、単立神社となった。 造刀山の中原に鎮座し、参道の石段は本宮まで785段、奥舎まで登ると1368段になる。参道の最初の一段コンピラク表書院の、庭園林泉本宮の新宣殿の右の北、通る垣の奥にある鳥居が、上がり口白峰神社の随心造加後宅 CU、鶴瀬ゆうとらず竹林七建図幕府及び、山水図建造物美術工芸品。 丸山王居の筆による、表書院、鶴の間の障壁画。王居の筆による、表書院、虎の間の障壁画。日本には、虎がいなかったため、虎の毛皮を見ながら描いたと伝わる。王居の筆による、表書院、七県の間の障壁画。王居の筆による、表書院、山水の間及び、上段の間の障壁画。平安時代に作られた日の木材の一木造。 造行144センチメートル。頭につけられていた十面のフッツや装飾及び台座は失われている。旧松尾寺の観音堂の本尊であった。思考による作と伝わる。海運の守護神であるため、必然的に奉納を行うのは海運関係者や漁師が多い。そのため、琴平宮の近くの海域を通過する琴平宮へ直接参詣できない船が、 琴平宮のカゴを得るため、酒を入れた樽に、奉納琴平宮と書いた白旗をつけて、船から海に落とし、それを見つけた漁師が拾って、琴平宮に代わりに奉納する、流し尊という風習がある。これは現在でも、海上自衛隊の艦艇の所女公開など、当該海域を通る様々な船舶の乗組員によって行われている。また、江戸時代には犬に、 飼い主が初捕虜と犬の道中の食料などを首にかけて、大産させることもあったという。その犬は、道中の人々の善意によって、琴平宮へ連れて行かれた。琴平宮は発祥の桜の幸い品種として、琴平と八乙女がある。琴平は1928年に、京都の佐野東江門が、琴平宮にあった桜から保儀を採取して、佐野園で増殖して各地に広まった。 白色の花びらの中はの八重咲きの栽培品種である。琴平宮にあった原木や佐野園の個体は失われているが、1994年に石川県林業試験場から里帰りとして送られた一本が表書院のシャム書門の内側の石畳沿いに植栽されている。八乙女はシャム書門を挟んで琴平の向かい側の土手に植わっている古木で、 アワベニ色の花びらの大林の一重先の栽培品種である。以前まではコトヒラと混同されるなどして栽培品種名が付けられていなかったが、鑑定の結果今までに確認されていない栽培品種と判明したため、2020年春に巫女の毎日なんで八乙女と名付けられた。鉄道自動車境内は許可車両以外の乗り入れができないため、コトヒラ町内の町営駐車場などを利用。 なお、かつては、琴平三宮電鉄、琴平急行電鉄といった路線も琴平に発着しており、1930年から1944年には4つの路線がひしめき合っていた。正式な分社は6社のみである。ありがとうございます。